1はアプリです。今日のテーマはインドネシア語で私、あなた、私たちの使い方について話したいと思います。それでは早速スタート。 A few inches later. まずは私です。私はインドネシア語でサヤ、皆さんもわかるでしょうね。もっとフレンドリーの言葉はアクです。私はよく友達と話すときにアクで使います。サヤはやっぱりフォーマルシチュエーション、あの先生に話すときとか仕事でよく使います。次はあなた。あなたはインドネシア語でアンダ、アンダ。私個人ならアンダあまり使わないでしょ。なんか硬すぎる。友達と話すときにやっぱりインドネシア人はあの名前呼ぶんでしょ。あまりアンダとかなんか何これこの人、そういうインドネシア人の考え方、名前方が呼んでくれてとても嬉しいです。例えばアンダ bekerja di mana、 アンダ bekerja di mana、 あなたはどこで働いていますかという意味です。次は私たち。私たちはインドネシア語でキタと神。このキタと神は使い方は違います。キタは話し方、話す時に使います。神はあの書き方に使います。だからあまり話す時に神言わないんです。キタの方がよく使います。例えばKita adalah saudara. Kita adalah saudara. 私たちは兄弟です。Kami berasal dari Bali. 私たちはバリの出身です。という意味です。皆さんどうですか？簡単でしょうね。はい、というわけで今日のレッスンはここまでです。もしまたリクエストがあればぜひ遠慮なくコメントしてください。もしこちらのレッスンも役に立ったと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のレッスンでまた会いましょう。バイバイ。